そうですね、どうもそうじゃないそうです。ということで、いや、ちょっと今ね、今日あの、ザ・ミュージック・デイが始まって、3時から始まって、で、3時からねあの、アイドルメドレーで、乃木坂が松本家さんとね、コラボするっていうことで、あの見てたんですけど、まあ、見てたというか、のツイッターでさ、乃木坂の公式の、ね、告知ツイートというか、出ますよって出るじゃないですか。そしたら、なんと、この、ね、3時代の、15時代のアイドルメドレー、5期生だったっていう。 びっくりしすぎてねえあのいおきちゃんといわあちゃんとさつきちゃんっていうこの16歳トリオがねまあ曲「センチメンタルジャーニー」ってことでまた松本伊代さんと16歳トリオがまさかの、ね、出演ということでいやまさかさほんとご規制が出るとは思ってなかったからめちゃくちゃびっくりしてそのツイート見たときでまあねテレビで。 今見てきたんですけどいやーよかったっすねなんご棋生なら言ってよー <laughs> ねご棋生なら言ってよって感じだけどいやだからご棋生ねこの,そのスター誕生以外では歌番組にね出演するの初ですよねまああルのジャーねアクチャリーでそう出たことあるけどそれ以外のご棋聖がね歌番組でしかもね今回生放送だから、ね、初めての 歌番組生放送出演っていうことでいやびっくりしたわもうねえ真夏さん来るんかなと思ってたから。<laughs> 真夏さん16歳だから来るんかなと思ってたから、びっくりしましたけど、いや、可愛かったっすね。まあ、やっぱね、初めてっていうのもあるし、生放送っていうのもあるし、松本伊代さんとコラボっていうのもあるし、多分めちゃめちゃね、3人とも緊張してただろうし、まあ、その緊張してる感じもちょっとね、伝わってきたけど、ま、でもそれでもね、めちゃくちゃ堂々としてて、 三人ともね。で、このダンスもね、振り付けも可愛かったですよね。16ターから、おお前歌うなお前は歌うんだだからいや、可愛くて。よ、ね、うもう急に来たからさ、その時は突然やってきたみたいなさ、ね、びっくりしたんですけども、いや16歳トリオのね、三人、初めての歌番組の放送、めちゃくちゃ可愛かったなって、良、ね、かったなって思いました。まあ、どうなんだろうね。今後の そのまあでも多分出ないのかな今回というかこの3時台だけなのかなご期生が出るのは、ね、分かんないですけど、うん、ここで5期生を抜、ね、擢してきたのは、ね、すごいなって、ね、思いました良かったなと思いましたはいということでちょっとねびっくりしすぎて <laughs>。 <laughs> ね、急遽動画を回せたんですけどもぜひ皆さんがね見た人を感想もねコメントしていただけたら嬉しいなと思いますあとこの動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします Twitter と Instagram もやってるんで概要欄からフォローできるんでそっちのフォローもしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいですバイバイ